ペドロ・ジュニオールはニア、さあ、その後ろニュートン、ニュートンが決めた J リーグ初ゴール、先手を取ったのはヴィッセル神戸、横浜 F ・マリノス、セカンドステージ初失点、横浜 F ・マリノスのゴールをヴィッセル神戸、コーナーキックから腰を開けました。セカンド